はい、こんにちは、サルウィンです。行きましょう、散歩系というわけで散歩系の実況をしていきたいと思います。ちょっとね、声がなんだろうね、風なのか実況とか配信夜景なのかわからないんですが、ちょっと喉の調子が良くないです。で、7月になったので、まあ今日はね、ショップですね。主にガチャは多分、あ、でもガチャいけるかも。お買い物できるからガチャも引けるかもしれないですね。お買い物してガチャ引きましょう。あー、でも対戦ポイントガチャどう足んないかな。何かご用でしょうか。あります。変なところを触らないでください。失礼しました。そしてとりあえず特売を抑えていこう。ありがとうございます。いつも通り、まずはね、特売を買い占めて、お買い上げありがとうございます。ところから始めていきましょう。もうこっちはいらないかな。てかすいません、本当に声やばいな。カスカスになってますね、声が。なんだろう、まあ確かにね、ちょっとあの暑くなってきたから、エアコンとかがちょこちょこ入ったりとかするとね。でしかも私がね、仕事をしてるところがね、エアコン直撃なんですよね。だから多分良くないかもしれないです。皆さんもね、あんまエアコンね、まあ便利ではあるんですが、あんまりね、入れっぱとかにしとくと、まあでもね、ねねってで、レアガチャ券押さえて、これだけで250もあるんだもんね。ガンガン引けるね。ガンガン引きますね。なんかカミカミやってる。OK。で、これでガチャ引きますか。はい。失礼しました。あとなんだっけ。あ、そう、ジョフジンの鍵がね。そう、あとジョフジンのやつが1週間ぐらいあるんで、イベントね。やっちゃいましょう。まあ余裕で多分進行度マックスにできると思います。あ、夜だよ。桜だよ。普通扉だね。杏仁ちゃんだね。もしかしてこれは星音質さ。ペロッ。これは星音質。まあ意外とこれでも星が来るパターンはあると思うので、ね。景気陣。持ってないとこがいいなぁ。まだ。昼。お昼何もなしからの、昇格がある可能性は。右上のスリップがなければ、あった。ガセイさん、来たー。あとシュレイだけだよ。あとシュレイでフルコンプ。まあ、星さんがね、星フルコンプっていうか、新コードがね、何もなし。お昼桜もなし。扉普通、アニンちゃんなし。昇格もなし。全部なし。ゴケイさんか。ゴケイさん、この間ね、あったんだね。お昼、桜もなし、扉普通、アニンちゃんもなしからの、昇格は、はい、なし。完成か。ラスト。お昼、桜なし、扉普通からの、はい、昇格もなし。なるほど、それは首が出ますね。そろそろ寝ようかなと思ってね。なんか眠気一回なくなったけど、やっぱり眠くなってきました。さあ、対戦ポイント引きましょう。10連いらっしゃいませ。夜、桜あって銀扉、杏仁ちゃん。もしかしてこれは星4以上確定。できれば星5が欲しかったり、星4が4。これはすごい。神。お、しかもソモ。ソモでいいよ。ソモだけなんだよ、あと。ソモが終わると、綺麗になります。持ってたか公園。まだまだレベルが低い。持ってないとこ来たー。お、検定、イケメン。来たー。めっちゃ埋まる。うまい。これはありがたい。バートーさん。が、お、チンブ終わったね。激アツ。今元気が終わってる。あれ、待って、チンブって終わった、あれ、え、ちょっと待って。ゴケイさんだけでいたのだっけ。ゴケイさんじゃなくて、じゃって。ゴケイさん。フラグ。リーチ。おー、すごい、めっちゃ引ける。ガークシーン。それ持ってなかった。天下に号令をかける日を心待ちにす。すげえ。一気に3個も持った。器用者だが、精一杯戦う。ナイス。誰よりも早く。
力強く。かっこいい。誰より。つまりチンブって、ま、あ、チンブじゃないや。あれ？あ、つまりなんでもない。チンブは星2だもんね。なんでもないです。星1が残りソモだけだったんだよね。です。いや、でもなかなかの引きでしたね。グッドでしたよ。グッジョブ。違ったな、こっち。とりあえずブグ進化したい、したい？しておこうか。新規が3人も増えた。素晴らしいですね。さあ、ここの表示がどうなっていくのかですね。すいません、もうなんかやっぱ眠いわ。実際ね、結構ちょっとだけ紙に取って配信やってたんですけど、配信が30分か1時間ぐらいで終わらそうと思ったらね、3時間ぐらい配信してたんですよね、今の今までやってて。でもね、なんか眠気が過ぎたからナチュラルハイかなと思ったらそうでもなくて、いやー、やっぱり種類が増えれば増えるほど表示に時間かかる感じかな、これ。まあ、大変ですね。そろそろやっぱここのシステムの見直しはしていただきたいかなと。まあ、多分アンケートも出してるんで、多分順次変わるかなと思います。で、あと、そうそう、多分どこで入れようかな。ここで入れる？芝居伝で、あの、誤字があったんで、それ一応、いやー、どうしようかな。これ埋もれちゃうから、それは個別でいっか。それだけ個別で動画あげようかな。もしくはセガさんに問い合わせで出そうかな。直接。まあ別にあれなんだけどね。細かい話ではあるんだけど、ほんとね、しょうもないくらい。しょうもないこともないけど。大した話ではないんですけどね。まあ一応報告しておこうかなと。いやいや、大変、お前は。お前、ほんまあげみたいね。で、星3、こっちが星3、星4、こっからか。ガクシン。ガクシンってそういえば初じゃない？確か3ポケモンのガクシン持ってないんですよ、私。まあ、とりあえず最低限の強化を入れておこう。シャキーンって鳴らしたい気持ちもある。忘れる。なった。ちょっとだけ音なんでやめてさ。は多分まだ少ないと思うから、お肉はそこまで上げられないかな。あ、でも手が増えてきた。ここまで。で、ガクシンとバトーさんと検定か。ペロリン、ペロリン。あれ、行き過ぎ。これ行き過ぎですね。行き過ぎくん。しょうもない。あれ、待って、シュシュンってこの間強化してなくない？してない気がする。てか、これ結構さりげなく、あれですね、リストを埋められてますね。いいことですね。着実にリストを埋めてきます。あとは、あれですね、あの、前要望というかアンケートで出した復刻とかがどっかで来てくれるといいなとか思ってます。あれかな、なんなら倍速でもいいけど、倍速とかカットしてもいいんだけど、まあとりあえず出しときましょう。まあ一応ね、あの、編集とかもいつ前よりは入れようかなとか思ってたりもするんで、まあどっかしらで、まあ、不必要なとこだけはカットしようとは思うんだけどね。まあ意外とこういうのが好きな人がいるかもしれない。分かんないけど。どうだろうね。この音までちゃんと聞かせてくれたら嬉しいって言うかな。わかんないけど。まあ、そういうのがもしあるようだったらコメントいただけたらなと思います。ラオチューがどんぐらいあったっけ？ラオチュー、あ、結構ある。でも金のラオチュー少ないよね、多分。なんか500は取っておきたいから。最低限500はキープしていきたいという私のね、ルールがあるんですよね。でも500なくてもいい気がするけどね、今となって。一人に500使うことないもんね。やっぱ写真許可しなかったらごめんよ。ごめんね、ごめんね。写真はね、もう片方がめちゃめちゃ強いから、散歩系版の写真がめちゃめちゃ強いんで、こっちは今から許可することはほぼないと思う。でもこれは一応ね。実際現状、あの、パーツも、
武具のかけらもお金もそこそこに余ってるので使っちゃってもいいかななんて思ってますね。じゃあ金の上のプラチナ装備っていうのかな、結構使ってない、強化してないとこあるんだよね。誰かしらそろそろ強化してもいいような気もするけど、まあ、最近ね結構なんか難易度高いやつがめちゃめちゃ難しかったりするんで、まあ強化のしがいもありますよね。さて、じゃああとは最後に進行度確認して終わりにしましょう。さあ星4は、ああ絆が足りませんなっちゃってる。ああ待って、絆の特売って、ああそもそもやっか、ちょっと待ってちょっと待って、そもそも買えないのか、待って、ね、いらっしゃいませ。ここで一回これはあれだね、ここ買っとけば絆が足りませんっていうのは出ないはず。300までって交換しちゃうとあれなんですけど、お買い上げありがとうございます。100は余ってりゃいいよね、いけるね、いけます。お買い上げありがとうございます。この状態で見ると絆が足りませんって出てないから見やすい、ただそれだけで、また表示にちょっとお時間がかかりますと。これはまた仕方ないこと、まあ、星5以上はね、まあ自力じゃないと、多分ガチャだけで星5マックスにするのは相当、うん、めちゃめちゃ回さないと無理だと思うんで、まあ、星4以下からですよね。付近は襲来だったんだよね。まだ襲来系とかは、ほら、行きますよ、おや。うまい。やばいね、そろそろ寝ます。もう声もほんとひどいね。ガラガラ。でも確かにガチャだけでマックスになったとこあるんだよね。あれが対戦版だけかな。まあ、基本的には襲来キャラとか、襲来と将来と、ぐらいでね、マックスになってるの。あとはまあ私が最初の頃に、メインで使ってた女性武将関連が上がってる感じかな。うん。純子ちゃんとか、自力だけだとか。オートンちゃんとかそうだね。オートンちゃん、オートンちゃん。ね。ロスちゃんはあれだ、襲来やったかな。うん、ね。超人がね、ちょっとやり損なったのがちょっと悔しかったですけどね。まあそこは仕方がないと。本当仕方がないで済ましちゃいけない気がするけどね。しっかりやっていきたい。うん。で、星4が、そう、超飛だけ、確か、そう、超飛はね、自分、もうガチャだけでマックスになったんでね。これすごいよね。高村さんもか。すごいですね。対戦版の方だけど。でここからですよ、星3ですよ。もうほんと、あ、種類が逆に、あ、星3が絆が足りませんになっちゃった。しまった。星4のそればっか気にして星3のこと考えてなかった。アホ。アホアホでしたね。いや、でもね、ガセイさんも終わったんで、ほんとあと種類だけなんですよ。種類が終わると、サンポケ版の星3の新コードマックスフルコンプ。なんだよね。すごいことですよ、これは。てか、すごい、綺麗。めっちゃ綺麗。来てます。で、7回対戦版も星さん結構埋まってきてるんですけど、しまった絆が足りませんが、表示されない方がいいんだよね。個人的にはね。まあ、これにこだわってるの私ぐらいかもしれないんだけど。でもこれも結構埋まってきてますよ。着実にね。で、星2以下でさっきチンブがマックスになった。あれ、待って。あー、いや、違う、待ってない。逆。こっちは関係ない。サンポケ版は終わったんだよね、この間。サンポケ版の星2はゴリを最後に上げて、全員進行のマックスになって、で、対戦版の星2が、あと巨長だけ？お、来てるじゃん。チップ終わってからあと巨長だけなんだ。巨長って今いくつ ?7 か。まだまだ先は長いね。なるほど。あ、そう、ここ長押しすれば、画面戻ってこれるね。今度からそうしよう。で、サンポケ版の星1が結構ここから大変っていう感じ。誰も終わってね。で、対戦版の星1があとソモで、さっきソモ引いたからソモがもうちょっと、7だっけ？そうですね。ソモが終わるとフルコンプ。まあでも着実に、外堀は埋められているような感じでございますね。で、下から這い上がって星3とかが全部終わったら、どんどん星4とかも埋めていきたいよね。星4、星5、進行のマックス計画。
あとはまあ進行度もそうなんだけど、まあレベルマックスもそろそろ見ていきたいけどね。まあ言うてまだランクがそもそも今レベル90まで行くんですけど、ランクが90まで行くんでレベル90まで行くんだけど、まあ上限がね、まあそもそもたどり着いてないんで、まあたどり着いてからでいいかなとかちょっと思ってます。レベルマックスにしていくのはね。はい、というわけでじゃあ今回この辺でお疲れ様でした。終了です。ちょっと順番おかしい。今回この辺で終了です。お疲れ様でした。バイバイです。